ビズ金融庁、財務省は暗号資産、いわゆる仮想通貨の交換業者に対しロシアの制裁対象者との取引を停止するよう要請しました仮想通貨の支払い先が資産凍結対象者の口座だと判明した場合やその疑いがある場合は支払いを行わず金融庁や財務省に報告するよう求めています先週 ロシアの一部銀行を国際的な決済もス w フトから排除する制裁が決まって以降、仮想通貨が抜け穴になるとの懸念が高まっていました。